はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、戦闘中やっていきたいと思います。で、今回はまたね、王冠シリーズやっていきたいと思います。ゴー。で、今回は前回雪原火山で多分王冠のやつやったんですけど、今回ロボット工場残り3つだね。いや、ついにもうすぐで終わるというね。まあロボット工場やっていこうかな。まあまずは普通にノーマルで、でまずは王冠だね。こうやってつけて、で足は正直どうしようかなって考えたんだけど、まあいらないかな。行こう。さて来ました。まあだけど最初っていうか、まあノーマルだからそんなになんか難しいっていうわけではない気がするけど、まずこことか倒せれたら結構でかいな。はい、まずよし、 OK。 はい、ここで2人倒す。いや、でかいね。さてハードモードレベル3やっていきますか。まあ、さっきのはまあ、まあ、いつも通りの夢だね。じゃあ行こう。まあさっきの試合でかなりね、もうなんか勝てるっていうね、実感が湧いてきたから、まあ簡単にいけるんじゃないかこれは。まあ普通にやっていく。だけどここ倒したいな。はい、まず当てる1人目、これでかいね。これさ、オッケー、いいね、でかいでかい。ついに来るな、どんどんね。これボール取りたいね。オッケー、2つ。ナイスいいね、どんどん敵同士ね当ててほしいね。素晴らしい素晴らしい。2人倒せたんだけど、え今の当たってないよね。まあ、生きてるから当たってないか。危な。いや、かなり順調なんだよね。残り8人か。はい、まずこれも当てる。パワー回復ね。いやー、なんかすごいところでミッション来るよね。まあ、時間がね、ちょうどいいっていうのは分かるけど。はい、当てる、いいね。え、ちょっと待って、こんなにうまくいっていいの。普通はてか普段はね、1試合目みたいな、まあ、夢を見るんだけど、あれこんなにいいのか。え、残り、まあ、6人か。全然多いな、そう考えると。で、回復のやつは、回復じゃなくて電源のやつのミッションはね、やってもいいんだけど、なんだろうな、なんかやんなくてもいい気がしてきた。なのにそっち側に行ってるというね、そのミッションの方に。あ、できたらやるか。時間とかがね迫ってきたら、まあ多分やんないかな。一応持っとこう。まずその敵がさ、見当たらないんだよね。まず敵を探しに行きたいな。なんかもうこれ王冠に貫通してるよね。本当に敵いなくない？多分だけど下にいると思うんだよ。残り6。何？怖っ。3兄弟？やばい。誰誰誰？いやー、当てれるとは思わなかったな。はい、当てる。はい、当てる。これ無理か。大丈夫、いける。これ残り3秒2秒1秒。素晴らしい。こんなギリギリでミッション失敗ってあんまりないけどね、このステージでは。残り2人。
いや、かなり順調に行きすぎて怖いんだけど、最後の2人とか1人。これちょっと中央エリア行こうかな。いやー、敵がいないな。多分こっちのレーンかな。その確かシールドエリアかな、青は。こっち側に敵とかいる？いる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 。はい、当てる。え、残り1人だよ。え、残り1人。え、ちょっと待って、これ結構集中したよ。え、こんなにうまくいくとは思わなかった。本当にさっきの夢かもしれないな。待てけど、敵が見当たらないな。やばいね。もう少しでね、あのバトルロイヤルが来るんだよね。その前には倒したい。てかこっち側さ、さっき言ったんだけど右側行ってないよね。多分右側にいるな。なんか時間的にさ、忍びとかいたりするんじゃない？なんか忍びっぽいの今いたぞ。今いたぞ。今ジュジュ、忍びたのに倒せたんだけど。いや、よかった。え、こんなにうまくいっていいの？え、10人だよ、倒したよ、王冠で。はい、ということで、一応今回はですね、あのなんか久々になんかめちゃくちゃうまくいった動画かな、わかんないけど、結構簡単にクリアしちゃったっていうね。で、一応今回やったのはロボット工場で、次回はねビッグハウスの王冠シリーズやっていきたいと思います。まあ、まずはノーマルで、その後ハードモードレベル3かな。ってことで、一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しまったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイバイ。